エルスさんは医者内へと帰っていった。クオンも見送りに行き、家には僕とヒナタとエスの3人。僕は S が休んでいる間に家を抜け出した。アキラのことが心配でいても立ってもいられなかったんだ。ユニオンが症状が進むと殺されてしまうなんて、そんなことさせるわ。 S ごめん、君にひどいことをして嘘をついて。でも君はその命令を聞かずに僕を助けに来た。一体どうして君が命令を破るなんて。だけど僕はアキラとエスが殺し合うなんて絶対に嫌だ。アキラは親友でエスは仲間で、二人が傷つけ合うなんて嫌なんだ。僕を守ろうとしてくれてありがとうエス。君のお願いを聞けなくてごめん。それでも僕はアキラをどうしても止めたかった。たとえ自分がどうなったとしても。アキラくん大丈夫だよね。あのアキラだもの、大丈夫よ。うん、それにね、私お姉ちゃんならきっとアキラくんを治してくれると思うんだ。まさか、ユキ姉がいるなんて思わなかったよ。しかも、ユニオンのことも知ってたなんて。それはこっちのセリフ。僕、前にユニオンに襲われたことがあってさ、それで。細かい話は後々。アキラの容体が聞きたいんでしょ？うん。アキラは大丈夫なの？そうね。ちょっと難しい話になっちゃうけど、いい？大丈夫、ちゃんと聞くよ。ユニオンの体表に発生するクリスタルは知ってるわよね。うん、症状が進むと色が変わるっていう。そう、その最大の特徴の他に、徐々に発症者の全身の神経と結びついていく厄介な性質があるの。そうなっちゃうと異常行動に走るだけじゃなくって、クリスタルがなければ生命を維持できなくなってしまうのよ。アキラはそれを無理やり取ってしまった。だから普通はその時点で死んでしまうはずなんだけど、アキラは生きていたし自発呼吸もしている。それならアキラは、意識が戻ったら回復の見込みは十分あると思うわ。もちろん、かなりリハビリが必要になるけどね。そっか。よかった。トウ君、意識が戻らないうちは、安心したらダメよ。それに、こればっかりは、本人の意志にかけるしかないの。アキラの？ええ、ここに戻りたいっていう、強い思いが必要よ。アキラは転校しても一人で戻ってきたり、自分のクリスタルも引きちぎった挙句に生きてるような無茶苦茶で強引な奴なんだよ。だからきっとすぐに戻ってくるよ。そうね、私もそう信じてる。でもどうしてアキラは死なずに済んだんだろう。これは仮説だけど、症状の進行が異常に早かったことが幸いして、神経とクリスタルの結びつきが不完全だったのかもしれないわ。早かったから良かったってこと？
そうね。他の要因も十分考えられるけど。ま、アキラのことはお姉ちゃんに任せといて。もし目を覚まさなかったら、あらゆる方法で起こしてやるから。アキラの搬送は無事終わりました。うん、ありがとうエース。それにいろいろごめん、嘘ついたりして。トウヤ。お、通信が入りました。しばらくお待ちください。え、宇野丸さんから。はい、多忙だったため連絡が遅れてすまなかったと。直ちに帰還し状況を報告せよとの命令を受けました。そっか、ちょっと寂しくなるね。けど戻ってくるんだよね。どうしたの？いえ、何でもありません。では。そう、S は無事に蜜月機関に戻れたのね。よかった。って不思議な子だよね。僕が言うのもなんだけど、かなり複雑な家庭で育ったみたいなんだ。どんな？前に両親はどこにいるのって聞いたら、知りませんって言われて。物心ついた頃から蜜月機関の施設で暮らしてたみたいだよ。クオン？やあ、カガリ君、ここにいたんですか。ん？あの10世ゼクスの妹君、シュトルハイムのご令嬢もご一緒とは。こりゃまた奇遇ですね。いやはや。宇野丸さん。何これ、タイミングがいいのか悪いのか。お友達のなんだっけ。まあいっか、珍しい症例だって言うんでご挨拶がてら確認に来たんです。久しぶりにカガリ君の顔も見ておきたかったですしね。どうや、私は先に病室に戻ってるわね。え、うん。どうしたの急に。なんでもないわ。じゃあ後でね。ん？なんか変ですね。あれ、もしかして僕嫌われてます？あ、いや、なんていうか、なんか傷つくなぁ。あれは、うん？何ですか？ゼクス。あれは10世ゼクス。なぜここに？カガリ東野。あなたはアキラにどうしてあんなことをしたんだ？あれは彼が望んだのですよ。なんだって、まさか。ふん、第二段階まで進んでいる。解放は順調のようですね。
また死ねなくて残念だったわね、トウヤちゃん。あなたまで、まさかまたアキラを。違うわよ、残念だけどもう彼に用はないわ。ゼクスがあなたと話がしたいんですって。まあどうしてもって言うなら少し遊んであげてもいいけど。おやめなさい、アハト。彼は大事な存在なのです。うるさいわね。わかってるわよ、今日はおとなしくしてるわ。僕無視されるのは嫌いなんですがね。まあ組織の末端のしがない所長ですから仕方ないですけど。宇野丸総一郎。おや、これは参ったな。まさか私のような小物をご存知いただけていたとは。いやはや、お前は最も愚かだ。え？ユニオンから善良な人々の平和と財産を守るためホムンクルスまで作り出したこの僕を、ユーにこと書いて愚かですと？全く話が通じませんね。あなたに会ったらお尋ねしようと思ってたんですが、十世という立場を棒に振ってまでここに来た理由は何です？不完全を完全にするためだ。は？完全とはすなわちゼロ。いまいち何を言ってるのか要領を得ませんが。お前は世界に何を望む？僕ですか？そりゃ人類の繁栄です。全ての人々の未来を願って毎日あくせく働いてます。そりゃもう毎日片時も忘れずにね。ほう。僕はね、人類の未来のために全てを尽くします。もし神がいるとするならその存在すらコントロールしてみせますよ。なるほど。カガリトウヤ、お前は何を望む？そんなことどうでもいい。アキラをユニオンにしたのはあなたなんでしょう？そうだ。どうしてあんなことを？お前に真実を見せるためだ。僕に真実を？ あなたは何が言いたいんだ？お前の望む世界は何だ？何なんだ？そんなの決まってる。僕はみんなを守りたい。あなたたちのように大切な人たちを傷つけるものから。ではと、お前自身が傷つける存在だとしたら。そんなことあるわけがない。トエ、お前が存在する理由を。僕が存在する理由？ではごきげんよう。次は死ねるといいわね。消えた。何なんですか一体。言いたいだけ言ってすぐ消えるなんて非常識極まりない。信じられませんね。あの人たちは何をしようとしているんだ。この僕でも全くわかりませんね。いや、お役に立てなくて。ほ音だ。おや、突然どうしました、カガリ君？ディスカバーコールですよ。アキラの病室の方から。まさか。アキラ、トウヤ、どうしたの？そんなに慌てて。ヒナタならついさっき買い物に行くって出てったわよ。何も起きてない。じゃ、あの音は。あ、ひなたからだ。あ、もしもし？ひなた？トウヤちゃん、
私ね、リッパーさんっていうとってもかっこいい男の人にさらわれちゃったの。早く助けに来て。残念、リッパーさんでした。ひなた、一体どうしたんだ。おい、今言っただろうがよ、聞いてなかったのか。姉ちゃん似てたでしょ。ひなた、さらわれちゃったのって。やあなたは何が目的なんだ。あの魔導書なのか。信じてくれ、僕はそんなもの持ってないんだよ。あ、そういえばんなもん頼まれてたっけ。忘れてたわ。ふざけてないで、ひなたを返してくれ。あのな、俺が興味あるのってお前なんだよ、かがりとうや。僕ならどうしてひなたを。ひなたは関係ないだろう。はあ、それじゃ面白くねえだろ。面白くないって、あなたは何なんだ。そうな、んじゃとりあえず日が暮れるまでに俺を探し出すってことでどうよ。間に合わなかったら、ひなたちゃんは地面と熱烈なキスをして昇天しちゃう感じでよろしく。ちくしょう。どうや、何が起きたの。ひなたが、ひなたが立派にさらわれた。日が暮れるまでに立派を見つけなきゃ、ひなたが殺される。なんですって。もうあまり時間がない。メイにも連絡を入れるわ。とにかく急ぎましょう。ひなた、くそ。ああ、トウ君、クオンが慌てて飛んでったけど先に帰ったの。